して7代目お茶の子サイサイと申します。よろしくお願いします。お願いします。はっ、今回我々ですね、静岡大学よさこいサークルお茶の子サイサイで2年前踊らせていただきました道しるべという曲を踊らせていただきます。この曲をこのメンバーで踊れるその喜びをかみしめつつ、このバサラカーニバル最後まで全力で盛り上げてまいりますので、どうかご声援のよろしくお願いいたします。お願いします。それではまいります。古きを温め新たな世界へ、今お茶の子構えて、
拍手。